はい、どうも、秘密結社ふいがみ総帥ハッチーでございます。今回は、ね、シルクロードステークスハンデチェックということで、まあ、シルクロードステークスハンデ戦、まあ、そして今中京の馬場状態っていうのが非常に、ね、ハンデの効く状態にあるというあたりを考慮していただいて、まあ、馬券を検討していこうかなということになります。まあ、結構ね、中京のオープン特別ハンデ戦のね、ハンデの軽い馬で決着する馬が非常に多いという状況での迎えるこちらの G3 なんですが、ただね、難点はね、まあ、今回なんですけども結構ね、金量差がないんじゃないんですよね。まあそんな中で、まあ、まずはね、2番人気のラウダシオン、これ初めてのハンデ戦の出走になります。4歳馬ですね、明け4歳の、まあ、まだ1月のレースだから1キロ減で、まあ、G1 馬なので、まあ、限定の G1 勝ちだと58キロという金量、まあ、重賞勝ちで57キロ、G2 だと58キロ、G1 だと59キロ、59キロから、まあ、限定戦だから、まあ、それより1キロ分価値ないよね。からの4歳1キロ減、まあ、これでですね、57キロというハンデが想定されました。でライトオン級なんですが、ハンデ戦のオープン特別を57で、まあ、さらに勝ってるんで、さらなる追加重量ということで 57.5 という金量になっています。そして5番人気18ガール、まあ、キングランドカップ重賞勝ち馬ですから、まあ、そこでね、重賞勝ちから、ボバ57キロ、牝馬だったら55キロということで、まあ、妥当な金量となりました。まあ、そして6番人気シバージ、まあ、去年北九州短距離ステークスでオープン特別使ってるんで56キロ妥当なハンデとなっております。そしてベスターバルトなんですが、準オープンは連勝で突破してきて55キロ、ただね、これ持ち時計タイム指数的にも、まあ、そしてね、連勝で上がってきたとはいえ12戦かな、オープン入りまでかかったというあたりを考えても、まあ、2キロ増やすのはさすがにねえだろうと、まあ、せめて54だよというところでの55、まあ、これをね、どう捉えるかなんですが、まあ1キロ増まではね、そう言うても54キロっていう金量まではハンディキャッパーの権限としてね、これまであるかなというところが、最近2キロ増というパターン多いんですね。まあ、そう考えると、まあ、ハンディの効く馬場で一気に2キロ増はきついんじゃないのという方が勝ってしまいますね。まあ、特にね、オープン特別だと、軽ハンディの馬が来て、なんていうのかな、こうやって一気に2キロ増やされた馬というのは結構来てるんですけど、重賞だと案外飛んでるんでね。まあ、その辺を考慮してこういう馬券を買っていくといいと思います。まあ、そしてトゥラベスーラ、まあ、前走ヨド短距離ステークス勝ち、まあ、そしてね、これで、福島テレビオープンに続いてこの1年で2勝オープン特別勝ってるんですが、なぜかね、福島テレビオープン勝った時に55までしかハンデが増えなかったんですよね。通常オープン特別を勝った時のハンデだと56となるのが通例なんですが、この馬だけなぜか55にしてもらってた。見くびったとしたら、ハンディキャッパーが見くびったとしたら、見くびりすぎたという証ですね。オープン特別2勝目。まあ、ただ55キロというハンデ持ちでのオープン勝ちということで56キロ想定してね。まあ、通常オープン特別2勝目だったら 56.5、57というハンデがつきます。ただこの馬の場合はラッキーになってます。まあ、ラッキーなんでね、ちょっと印打ってもいいかもしれないんですが、まあちょっとね、中京で勝ってますしね、良さそうですね。まあそしてリバティハイツ、去年オパールステークスを勝って、まあ牝馬なんで54、まあ妥当なラインです。まあそしてラビングアンサーは、去年オープン2勝、まあオープン2勝の方で56キロというハンデから、もう1回オープン勝ったら、まあ1キロ増量57ということでね、重賞ではなく、オープンの連続での勝ちによる、まあ2勝57キロなので、トラベスーラもこの金量つくべきなんですよね。ただただそのまあ間のハンデ戦でなぜかハンデキャッパーが1キロ見くびってしまったというところから、こういう金量になってます。まあ、そしてルッジェーロ、これはね、3戦連続3着で54キロが55キロに増えました。まあ、準オープン勝ちが54キロが通常で55のに増量する場合もあると。で、オープン勝つまでと56キロなんですが、その間の55ってハンデはね、比較的軽く上がるんですね。まあ、そしてディープダイバーなんですが、まあ、前走カーバンクロステークスまで54というハンデだった馬ですが、まあ、対コバ、もうここ1年半ですね、全部ただ走り。出走賞金の出ない着順ということでの、まあ、
こういう結果になってます。つまりオープンでの9着以下、重賞での10着以下ってことですね。オープンでの9着はあるんでね、まあそんな感じで、まあそんなわけでね、こういったチェックもやっておりますので、まあチャンネル登録よろしくお願いいたします。ですのでね、今回の件で言えば、まあ例えば牝馬の分軽い18ガール、まああとはね、トラベスーラ、まあこの辺りを中心に馬券を考えてみるといいんじゃないかななんていうふうに、まあ一応ね、今のところハンデだけ見るとね思っております。以上、ハッチーでした。